はい、どうもひこもんです。たまには本人登場です。でね、バトルリーグです。バトルリーグは1日1セット、気分が乗ったらフルセット。というわけでね、基本的に1日1セットの気分でやれば気楽にやれます。そんなわけで現在のレートは2264。もうだいぶ前からねエースになってるんですけど、ずっとこのランク帯をずっとうろうろしてます。何をしてもね、勝っても負けてもこのランク帯、それが私の実力なんでしょう。今回からね、ちょっとカメラ自分撮ってるんですけど、カメラで撮るとね、戦力 20% ぐらい落ちます。なんでしょうね。こう、リアクションしようと思うからね、なんかこう、集中力が切れるのかもしれないです。まあ、今回はお試しで顔を出してみました。これでそこそこ勝てるようなら、まあ、これでもいいんじゃないかなっていう感じです。とりあえずね、リアクションに全振りで、まず1セット目いきます。今ね、パーティーを模索中なんですよね。4連勝するんですけど、また次に4連敗するとかあって安定しないんですよね。そこをもうちょっとね、安定して3勝できるパーティーを作りたいんですよね。私のレベルだと上げようがないんで、いろいろ遊ぶのがいいんだと思います。で、プレミアカップ。今使ってるパーティーはこれです。早朝の6時1分どうかな。深夜はとにかくね、強い人ばっかなんですよ。私エースなのにね、昨日はベテランやエキスパートばっかりでしたよ。なんでやねんって感じですよね。まあ、この時間帯なら出勤前のね、エースの人もいっぱいいるかもしれないんで、よろしくお願いします。じゃあレッツバトルリーグ、ゴーゴー。マッチングしませんね。お、来た。来たけど白でわからない。お、いいぞこれは。出し出しだ。こっからが勝負です。これ来たから。あ、どっちもどっちなんだけどね、これね。弱点つけるピクシー出さずにエンペルトを出せっていう。まだ気づいてないです。あ、ピクシーでよかったんだ。気づきましたね。なあ。初戦敗北。くそ。何やってんだよ、もう。くそ。2戦目も敗北。3戦目も敗北。ヒコボン、沈黙。ピクシーをファイアローに変更。4戦目も敗北。5連敗は避けたい。最初の試合は明らかにミスだけど、あとはもう分からん。9個多いな。ファイアロー1か8かのこれでいってみます。初手水来たらピンチ。5連敗のかかったバトルです。そういうようなことを考える人がいるんですね。これはニトロチャージ。そんなバカな。ブレイブガードの方が先に打てるのか。これを変えてくれてよかった気がするぞ。草結び持ってるのか。これは
マジか、いきなり変えてきた。そんな技があるのか。だがこれがいるんだよね。バチカのこれ行ってみますか。トリドクチバシ、シールドしてきた。格闘 VS 格闘、どっちがいいんだこれ。岩なだれ、うわ今一つ、危ねえ危ねえ。なんとか5連敗は避けました。なんとか5連敗は免れました。厳しいな、やっぱり顔打つとかなりなんかダメな方いきますね。私基本的に失敗してね笑いを取るタイプなんで、その癖が抜けないのかもしれないですね。はい、どうも、引き続きチャレンジしてみます。最後にね勝ったパーティーでいきます。これは出し負けじゃないか、完全に。これはヘドロでもどっちでもいいような気がする。ほいっと、うわいったた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 、お、やった。もう一発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 、くそ、交換できない、なんでだ。相手の入力が早かったのかと。これでシールド、あーこれシールド2枚あるから使ってくるな。まずったな。お、使わなかった、なんてこった。わあ、でもこれダメか。ダメだ、やっぱり。罰で負けんなこれ。知ってるなこの人。でシールド使わないのが勝ち筋なんだ。ギリ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 、ダメだ、勝てねえっす。パーティーを変えてみる。これで結構勝ったんですよね。
勝ちです。何がだるいのかな。受けていく。受けていく。うわー、もうこんなのちって、ケース OK、 ふう、もしよと、つう、しと、ミトルチャージ。持ってく。OK。はい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 。なかなか打てないんだよ。ゲージ溜まった状態でタップしてもすぐ打たないんですよね。こういうものなのかな。ここですぐにピクシーに交代するべきでしたね。少しエンペルトが起点にされてしまう。でも最後に出てくるのは。ピクシーなんです。OK、 危なかった。さっさと交代するべきでしたね。起点されちゃったな。その方です。同じです。うん、これはどっこいどっこい。どうする、どうする。シールド貼ってくる。分かってるね。シールド、くっすい。ハイドウカノンだよね、うん、ダメか。どっちもどっちだ。
ふう。うわー、ブラストバンカー、これ、なんと耐えた、痛みに耐えてよく頑張った。いい、交換するべきだったか。もうできる。出た。どうしよう。おもろい。あれ勝てた。勝てました。フルジュース。お、ミラーです。絶対倒さないとダメだ。翼で打つとどれぐらい効くのかな。ハイドラかな。ドリュークチバシ。今一つだった。こいつを倒せばファイアローが生きる。受けてきた。惜しいぞ。OK。翼で打つが打てた。おお、なんて人だ。なんで見抜いた。これは守る。打ったのに。なかなか打てないんだよな。どっちだこれ。耐える、一発は耐える。うわ、いたた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 から、うん、次に間があるから大丈夫だと思うんだけど。あ、受けてきた。うわ、これやばい、やばいやつや、やばいやつだ。なんかある？イワナだれ。
通れるラインなんか多い。でよいしょ、やったぞ。お、シールド貼ってくる。お、シールド剥がした。かなり痛みつけましたよ。これは受けていく、これは受けていく。地震だったら超やばいけど、これも受けていく。きつー。速攻で、これはまあ受けていいでしょう。感があるね。これ終わった感があるね。なんでボタンが反応しないんだ。このパーティー強いんだよな。これね、立ちふさぐ、まあ、ピクシー、ファイアーローが流行る前から使ったんですよ。あれでね、対策されちゃったんじゃないかなと思うんですけどね。今、勝てました。お、ゼロに発生だ。これ、厳しいよな。普通のボールでやんの。ゲットチャレンジの確率なんかあったような気がするな、これな。バトルリーグの報酬のみ。気のせいかな。また戻ってきました、このランク帯に。この繰り返しなんですよね。はい、どうも。あれから少し寝たので復活です。ちょっと寝ぼけてるので、まだ本調子じゃないかもしれないですと言い訳をしておく。いきます。このパーティーがいいのかな。ほい、ランク分からず。うん、まあ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 、
ケー、うわー、何2回回ってくんの。ここは張らずファイヤーで仕留めます。まだ持つ、持つ、結構持つんだな。オッケーです。そんでもって、ピクシーの出番でしょう、ここは。ラブラージとか来たらピンチ。うわぁ。めんどくさいの来たなぁ。これは受ける。ピクシーでとどめをさせたい。うわマジで危なかった。ファイヤーアロー受けるとこだったかな。うわ微妙に起点にされた。大丈夫なはず。うん、ディーフブレードか、格闘技だよ。うー、あのシンクロノイズなんて使ってきた。危ない。シンクロノイズなんて使うんだ。もう一丁いきます。またエキスパートに当たった。なんで上のランクに当たるんじゃ。うわこれはやばい。うわ、貯められた。気合玉来るぞ。気合玉警報。うん、セーブ。これはまずい。完全に弱点使いまくりだ。弱点疲れまくりパーティー。やっぱ対策されだったな。厳しいな。なんとか雷を通した。 OK。 シルト張る。ターミナルちゃったやな俺な。行くしかないっしょ。ヘドロ爆弾。うん、半分も減るんだ俺も。なっちゃうよね。これなんとか。負けだなこれ。うわ、なんと答えた。こい。ギリギリの戦いです。いや、負けるんだけど。
でちょっと起点されちゃうでしょ。うわあ、ちゃ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 、おお、いった。マジか。あぶねえ、勝った。はあ、ピクシー死守してよかった。次はエースの方です。これはなんか不思議花厄介だな。まず使ってく。まあほとんどこれ同じですね。ハイドロカノンと翼で打つは。ならブラフの必要ないんですね。今更気づく。うわ、結構食らうんだな。うん、はい。今はシードだったかな。すぐ手打状態だったろうな。うん、これはこれで押しましょう。おそらくこれはプレーバーと。プレーバーで痛いんだよな、結構な。交代。プレーバーとか結構来んかな。うわ、結構効く。うわー、なんてこった。これどうだろう。ファイヤー暴風、よっと、勝った。うわ、撃たれた。くそー、間一発か。くお、もう登った。頑張れ。危ねえ。うぅ。なんだろう、もう。大変だよ、もう。ヘトヘトだよ。エースの方です。よろしくお願いします。うん、これは出しがち。これは初回のミスなの。ミスをしたくない。うん、これはこれじゃないとダメだな。これ以外に方法がない。うわ、撃たれちゃった。
ケアード。ダメたかった。多分シーブ払うと思うんですよね。これはしょうがない、やられちゃう。そんでもってピクシーです。 OK です。次は何が出てくる。微妙なとこだな。どんな感じ。うわ痛いっすね。どうですか、どうですか。お尻になってきた。もう最後が草であることを願う。完全にヒヒダルマ倒したことになってます。相手の最後が草であることを祈る。もう今流れなんて持ってんのか。なんで、すぐピクシーに交代するべきだな、エンペルトの場合は。まあそれは結果論ですよね。ヒヒダルマいいな、使えるな。うわ、また結果論、結果論。これはまだまだいける。これいきなりブラストバーンって感じだな、多分な、おそらく。ありがたい。がっつり起点にしてくる。ここでやられちゃうね。うわブラスト、ファイヤートン、トン、いいぞ。最後の1体は、最後の2体じゃなくて、ダメだ。水だろう、水だろう、ほら来たよ、もう。きついな、もうこれ。撃ったのに。なぜに。一発逆転の暴風じゃ。おいった。取った。よし、おった。ああ、シールダウンだよな。これで攻撃を受けてきた。最後もう一発、もう一発、もう一発は無理だ。これは負けちゃいましたね。もう一発、うわ二発、とどめの一発。3勝になっちゃいました。
これぞというパーティーが見つからないっす。サナギラスなんていらないよな。そして捕まらない、めんどくさい。もうめんどくさいこいつ。無駄に捕まえにくいの超嫌なんだけど。なんだこいつは。イラ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 。やっとゲットです。最低個体じゃないか。ちょこっとだけ上がりましたスタートのレートに戻ってきました。いつもこれぐらいなんだよな。勝ってても絶対負けるパーティーに当たって下げられて、でまた勝って上がって、この繰り返しですよ。無限ループ。まあもうしばらくやってみたいと思います。